男とはこの程度ですか。まだほんの前準備なんですがね。では死んでください。おめでとうございます。死の恐怖を乗り切った感想はどうですか。ショック死しなくてよかったですよ。時にはあるんです。死を覚悟してしまったがゆえに生命を維持することを諦めてしまうことが。失礼ですか。あなたは何者なんですか。あなたは一体。単に腕に自信があるだけの老人に過ぎません今はね。